皆さん、今多分そんなまだ時間遅くないよね。夜じゃない、夕方ぐらい。ありがとうございます。何時までできるの？分からん分からないんですけど、だから授業中なんか、そう、まあ学校っぽいところに来てるんですけど、めっちゃなんか学生時代を思い出しています。ありがとうございます。これ服はあれです、私服着てます。今は私服。メイクさん、そう、今日メイクさんにメイクをしてもらってます。キャーキャー。マイキーもラフル言うんか、言うよ。なんか愛媛県の方言で黒板消しのことをラーフルって言うんですよね。そうそうそう、ラーフルクリーナー。黒板消し、めっちゃ黒板チョークのおしゃれ。ちょっとこっち背景にしよう。ラフル、多分愛媛県の学生さんは多分通じると思います。ラフル、語源わからん。愛媛も鹿児島もです。そうなん、愛媛以外にも言う。九州もラフルでしたよ。え、そうなん、じゃあ愛媛だけじゃないわ。鹿児島もラフル、宮崎でもラフル。え、なんか九州の人九州の人もラフルって言うらしい。なんで言うのかわからん、なんか気づいたら言っとった。嬉しい。なんか今ショールームでなんかどこどこも言いますよみたいな、あ、どこどこの人なんやなんかちょっと何県の人が見てるんやって、ちょっとなるほどってなりました。肉まん、ありがとうございます。うん、個人情報、皆さん何県出身ですか？コメント欄で一斉に書いてください。初見さん、ありがとうございます。お、すごいすごいすごい、興奮興奮。関西、新潟、愛媛、東京、鹿児島、神奈川、福岡、岡山、ちょっと読み切れんかった、大阪、群馬、千葉、新潟、秋田、香川。すごいすごいすごい、あ、なんか声がすごいする。ありがとうございます。あ、すごいすごい音する。
おお、すごいすごいすごい。なんかさ、これでさ、今メンバー誰々いるねとか来たらさ、ちょっと誰かが来る。いや、なんか音が。これじゃあ分からんか。去っていった。通り過ぎてった。秘密の配信じゃないですよ。ちゃんとあのやった方がいいよって、やってくださいよ今やりたい人はっていう許可いただきました。ありがとうございます。すり足ギフト、ありがとうございます。ちょっと心得て喋ろう。誰がいるか教えて、秘密です。でも多分あの解禁されたら全部わかる。今日はですね、衣装が半袖のもあったのでめちゃめちゃ寒かったです。なんかめっちゃ天気はいいんですけどね、天気はいいんですけど、早めの配信。そう、めちゃめちゃ寒くて、鳥肌。いい、ありがとうございます。お天気いい、お天気いいよ。私は今関東にいます。空き時間に。関東今日暖かいよ。そうな。え、そう、でも日光は、そう、なんかめっちゃ光が暖かくて、そうなんですよ。喉がガラガラだ。すごい反響するお部屋、そうなんですよ。あー。明日お話し会、そうです、明日はお話し会です。2時間目からかな。よろしくお願いします。なんか23日にお話し会があって、またすぐにお話し会があって、そう、この間ぶりって感じです。うん、無音の人多そう。テロップなんか書いとこう。これかい。ありがとうございます。それ知ってる？無音さんにも、無音
さん、こんにちは。書いておきますね。はい、覚えてください。なんかこの時間にやるとさ、なんか多分私いつもね、めっちゃ夜本当に深夜0時間近にやるんですよ、ショールーム。だから多分、うん、見たことない人多分いそう。なんか分かんないけど、見たことない、この時間帯にショールームするのもないので、仕事しながら見てる。頑張って仕事、みんなお仕事頑張ってね。今日金曜日じゃん。23時45分。そんなことはないよ。44分とか43分とか。今日のメイク、もう確かに今日のメイクはめちゃくちゃナチュラルです。本当にナチュラルメイク。なんか撮影となるとここの触覚いつもなんか残すか残さないか問題になって必ず入れちゃうんですよね。ない方がいいのかな、うん、触覚。学生いい、ありがとうございます。なんかでもたまに前髪が揃いすぎてめちゃくちゃなんかヘルメットかぶってるみたいになるんですよ。なんか私髪の毛も暗くて重たいからかな。バッツンです。そうなんです。元気をもらって仕事に戻ります。頑張って、あー頑張って。カラオケ配信できますか。ちょっと今難しいですね。なんか歌ってほしかったですか。メンバーさんショートヘア早流行しとるけど、まいちゃん切る可能性ある？ない、ありません。確かになんか多分あの3月、まあ、4月ぐらいでアーシャが変わるんですよ。この今ショールームとかもの写真みたいな感じでアーティスト写真みたいなのがあるんですけど、その写真が1年に1回変わるんですけど、それがこの春ぐらいのタイミング で多分それまでに髪の毛をなんか何ですか、切ったりなんか切った後、切った後じゃない、写真撮った後に切ってしまったらダメだから、多分そのタイミングでみんな
髪の毛を切ったりするんですよ。だから多分ショートになったメンバー多いなって多分感じるんだと思うんですけど、実際そうなのかもしれん。ずっと黒髪ロングでしたっけ。そうです、そうなんですよ。そうそうそう、これから撮影、アーシャはまだ撮ってないですね。うん、いつか短いの見てみたい。そうだね、まあいつか、なんかなんだろう、なんかお仕事とかであったら全然切りますって感じです。あまり、結婚してありがとう。なんかタワーもらっちゃった、ありがとうございます。ジョシュアさん、ありがとう。ジョシュアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ジョシュアさん、ちょっとまあお礼ができないのですが、ジョシュアさんありがとうございます。なんちゃってショート、うん、なんちゃってショートは、これくらいですか、どうですか。私ね、ST 入る前、なんかずっとクラシックバレエやってたんですよ。で、クラシックバレエってお団子にしないといけなくて、でお団子って髪が長いとできないんですよ。なので、本当に髪の毛を短くしたことが本当1回2回わかんないけどあんまなくて、中学生ぐらいの時に1回だけしたけど、そうですね、私が多分ショートにしたらこんな感じです。切りっぱなしかわいい、ロングがいい。本当かわいい、ありがとう。あ、シンジさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。結婚してありがとう。うん、難しいですね。すごい声がめちゃめちゃ、わーキャー、おお
全然隠しきれじゃない。キャー放課後の学校でも多分そんぐらいの時間帯なんじゃない、放課後ぐらいなんじゃない。多分やっぱロングがいいよ。プエーン。さっき学校終わりました。わーお、学生さんお疲れ様です。そう、私放送委員、そう放送部だったんですよ。放送部風に名前言うと STU48 中村舞放送部だったんですよ。100万花束バラありがとうございます。甲子園感ある、ほんと。放送部じゃない。なんかちゃんとやってたんですよ。フェイス上なんて言うっけ、バッターみたいなやつか。何の放送、体育祭とかやってましたよ。体育祭もやってたし、何やってたんだっけな、なんか放送関連やってました。そうやってました、やってました。滑舌悪いですけどやってたんですよ。初見さんありがとうございます。中村舞です。すごい電車の音がしてる。休み時間、なんか放送部と放送委員があって、放送委員が結構放送なんか昼休みとかの放送して、放送部は行事ごとの放送してましたね。そうなんですよ、放送委員と放送部があるので、私は放送部でした。部活でやってたんですよ。ありがとうございます。アンマン派？肉まん派？私は肉まん派。そう、部といいんで。ピザマン派、ピザマン派、ピザマン大好き。肉まん。ピザマン。初見さんありがとうございます。
テロップ変えよう。ありがとう。アップかわいい。今何時ですか？そういつまで配信しようってなって、そうなんですよ。アップドドドドドドアップ。あ、もう4時10分。え、そうなん？スコ、じゃああと4分で終わります4分で終わりたいと思います。まつげほんと綺麗。お父さんの遺伝です。うちのお父さんまつげなんか割と密度すごくて、なんか私お父さん似なんですよ。めっちゃこれの男性バージョンがうちのお父さんって感じですお父さん、私、お父さん私と同じ顔してるんです。ありがとうございます。昔からお父さんにずっと似てるねって。そうなんですよ。お、もう、あ、もう終わりたいと思いますマネージャーさんが呼びに来てくれた。壇上呼ぼう。真央さん、ジュノラゴさん、福太郎さん、リエさん、シーナさん、水軍スピリットさん、シンジさん、ジョシュアさん、トヨタンさん、マツさん、ニャタロさん、アオさん、タロスさん、ありがとうございます。頑張って、ありがとう。みんなもまだお仕事が続く方は頑張ってください。終わった方はお疲れ様でした。皆さんまだ今日はあと何時間かありますのでいい一日にしましょう。最後まで夜配信ちょっとわからんのよね。だからちょっとまたメールに送ります。そうなんですよ、申し訳ないのですが。初見さん、すごい、初見さんもありがとうございました。中村舞でした。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、泣きキスお願いします。3、2、1、バイバーイ。またね。